はい、始まりました。本日はですね、絶対にやってはいけない〇〇シリーズ第2弾、絶対にやっていけないスクワットなんですけども、要するにスクワットについて今一度島さんに問いたいということですね。わかりました。はい、基本的なスクワットお願いします。はい、お願いします。まずスクワットは高さ、このラックの高さからいきましょうかね。そうですね、ラックの高さをどこに設定するのか、はい、なんですけど、バーの前に立った時に、まあ、鎖骨の下にバーベルが来るくらいですね、うん、なので胸の上部の上にバーベルくらいの位置でいいかなと思います。で、実際に担ぐんですけど、まあ、この、手のスタンスですね、はい、は、まあ、狭い方が肩甲骨を寄せやすくて安定はするんですけど、この肩関節硬い方とかは、うん、このあまり狭く持ちすぎるとちょっと肩が窮屈になってしまうと思うので、まあ、担いだ時にこの肩の窮屈さがないスタンスでグリップの幅を持ってあげるといいですね。で、担ぐ位置、まあ、ハイバーとローバーがあるんですけど、ハイバーの方がだいたい四頭筋、足の前に効かせやすくて、ローバーの場合はお尻とハムストリングスも連動して使いやすいのかなとは思います。で、僕はいつもローバー気味で担ぐので、ちょっと後ろで担ぎます。で、バーを担いで、で、このスタンスですね、足の幅は腰幅で立っていただいて、で、つま先が少し外向いてる状態、足幅と足の角度ですね、はい。で、これから、しゃがんでいくんですけど、まあ、この時肩甲骨を寄せて、このバーをしっかり、これが転がらないように保持している状態で、で、ここから真下に向かってしゃがんでいって、しゃがむ時の注意点、バーを背中側で担いでいるので、かかと側に重心が乗りやすいんですよね。で、かかとに乗っちゃうとしゃがんだ時につま先が浮いてしまうので、足の裏全体で床を支えてあげてる状態でしゃがんでいくって動きですね、うん、こうしゃがんだ時につま先が浮かないように、足の裏全体で床を踏んで動作してあげる。この動作をする順番なんですけど、まあ、多分バー担いで自然に腰が後ろに下がってると思うんですけど、直立で立ってる場合だとしゃがむ時に関節が1回曲がって、股関節が曲がって、膝が曲がって、で、足首が曲がるんですよね。ってなると関節の動きがたくさん動かさないといけなくなるので、バーを担いで最初に腰を少し引いてあげてる状態からスタートすると、そのまま真下にしゃがんでいけるので、こういう1、2、3ってならなくていいんですよね。腰だけ引いてるともう1でしゃがめるので、この腰は少し後ろに引いてあげてるといいかなと思いますね。で、腰引くときにこの腰がこう反り腰で反ってしまうと良くないので、この体幹は反らないようにこの股関節だけ引いてあげてる状態で、肩甲骨を寄せてバーをしっかり保持してあげてると安定性が出るので、そのまま膝を曲げていくという動きが理想です。で、あとこのバーをラックに返すときなんですけど、まあ、この高さに合わせたら大丈夫なんですけど、このままこのラックにもう倒れ込んであげて、で、下げてあげるといいですね。例えばこのラックが高すぎると下からよいしょって上げないといけないですよね。下からよいしょって感じで、そうなると最後スクワット動作をやって一番きつい時にこのラックをよいしょって超えないといけないんで、まあ、ある程度このラックは下に設定してると、そのままバーをラックに当てて下に落とせるので、最後のラックアウトも楽に行えるかなと思います、ね、っていう感じがスクワットですかね。
何かじゃあ注意点というか、最初、はい、初心者とかやり始めの人がよく陥りやすい間違いとかポイントお願いします。まあ、一番はやはり先ほど言ったこの腰が反ってしまうこと、はい、反り腰の状態で持ってしまうとどうしても腰に負担がかかってくるので、この体幹はまっすぐっていうところですね。あとはしゃがむときにこう膝から入ってしまう場合、腰が後ろに引けないと膝から入ってしまうとどうしても膝が痛みが出てしまうと思うので、しっかり腰を引いている状態で真下にしゃがんであげるっていうのが理想ですね。でよく深くしゃがんだ方がいいって言われがちなんですけど、深くしゃがみすぎると下で骨盤が丸まっちゃうんですよね。はいはい、あ、腰が今これまっすぐなんですけど、これからしゃがんじゃうと丸まってしまうので、そこまではしゃがまなくていいですね。なので膝がまあ90度に曲がって床と裏ももが平行ぐらいのところで止めてあげてあげると、この骨盤がずっとニュートラルで後傾に入らない状態なので、ここで切り返してあげるといいですね。あと、まあ、一般的に言われるニーイン、この膝が立ち上がるときに、はい、こう内に入っちゃうパターンというのも膝にすごい負担がかかってしまうので、必ずつま先の方に膝を出してそのまままっすぐ上がってくるって動きが理想です。この3つぐらいですかね、重点は。わかりました、はい、ありがとうございます。バーの前に立った時に、まあ、鎖骨の下にバーベルが来るくらいですね、まあ、担いだ時にこの肩の窮屈さがないスタンスでグリップの幅を持ってあげるといいですね。幅は、まあ、腰幅で立っていただいて、でつま先が少し外向いている状態、まあ、この時に肩甲骨を寄せてこのバーをしっかり、これが転がらないように保持している状態 でここから真下に向かってしゃがんでいって、かかとに乗っちゃうとしゃがんだ時につま先が浮いてしまうので、足の裏全体で床を支えてあげている状態でしゃがんでいく。バーを担いで最初に腰を少し引いてあげてる状態からスタートすると、そのまま真下にしゃがんでいけるので、こう反り腰で反ってしまうと良くないので、この体幹は反らないようにこの股関節だけ引いてあげてる状態、膝がまあ90度に曲がって床と裏ももが平行ぐらいのところで止めてあげてあげると、必ずつま先の方に膝を出してそのまままっすぐ上がってあげる。